はい、どうも、タクタクです。クリスキーやっていきましょう。エンディングが近いのかなわかりませんけど。ちょっと、そろそろ、終わりそうだよね。今日、今日とかさ、あ、これ、あ、なこれあ、調べ、調べました今。ん、なんだ今日夜のこれは。何かが隙間に入ってしまった。まさか布に何かあるとは思わなかった。どうにかして取り出せないか。この布は何なの 大きなのに赤い血が大量についている。多分これ学生部屋にあるカーテンだよな。なんか、なかったっけ斧的なものこ、水の傘で。怒らない。斧的なものかなじゃ。おおお行く,くんだ、行くんだ、行くんだ。穴が大きくなったが、えー、斧が刺さったまま抜けなくなってしまった。なでしこの鍵。お、お、お、お。斧はこのままでは大丈夫だろう。 大丈夫なのかななんか、あれだと思ってね。あの斧で脱出すんのかなって思ったけど、違ったんだね、じゃあね。ここでやがったっけあ、違う違う。ここかんあ、ここだ。これを。はい。よし、なんか、開いたよ。うん、ついちゃった。 あれだな。かも、かもちゃん。あ、光ってる。あ、光ってる。ダブルで光ってる。こっちか。黒の日記に、お古びた黒い表情の日記帳だ。7月11日、失態だ。学生二人に脅迫され、うん。金銭を工面することになった。彼らに遺体の隠蔽現場を目撃されたらしい。今はおとなしく条件を飲むのが得策か。だが、幸いなことに彼らは僕が殺害したと思っており、さよこの、 ことは知らないようだ。すべてを知られたわけではない。それにしても友人の死を利用し自分の利益を生むとは。望むとはか。人間の愚かさに大人、子供は関係ないのだろうか。9月2日。今日も彼らに、えー、要求された。回数を重ねるごとに内容がひどくなる。歯止めの効かない彼らを野放しにするのは危険だ。そろそろ終止符を打たなければ。始末するということですね。しかしこの量で3人も行方不明となってはさすがに怪しまれる。 どうする気だ未だ、最後の、えー、精神が穏やかではないこ時に、僕が警察に捕まれば、さらなる苦痛を与えてしまう。彼女を一人になんてできない。一体どうしたらいいんだ僕は彼女を、最後の心を守れるのだろうかおおなんかだんだん重くなってきたよ。こっちはお四角形の石を入手した。これ何だったんだろうもう気になるのな、はい。ここは基本的に光、うわぁ、びっくりしゃ。光ってないと。鏡だえー、お 額の左右にボタンのようなものがある。ちょっと、思考しようか。鍵穴のない扉、どこかに鍵穴の代わりの仕掛けがあったりしないか、あこれあれどっかあったよね、確かね。小箱には何かをはめるようなくぼみが4つある。えなんか丸、え、これこれじゃね あ、違う。あ、違うのほら、四つ、あるんでしょそういうことだよ、多分。ん何があるか分かんないけど、ちっちゃすぎて。なんか、三影家のなんか扉みたいなところになんか、カモの剥製。三影家じゃないか、三影の間か。的なところになんか、行けばいいのかな なんかそこは鍵穴がなかったと思うんだよ、多分。うわなっびっくりした。あれな、出てきたんじゃない今日やが。なんで今の音セーブ、セーブシロフラグだよね、これはね。よしよし。<お>右に行ってみようか。こっちかあ、ここか。あ、いたここだ。な今日やが出た後が。くそ、冗談だろ。 箱の中落ちるよ。あ、なんか今、女の子も見かけの、おお模様入手した。これで見かけに入るんじゃない。箱の中が空になっている。何が入っていたんだすごいね。荒らしてるね。閉じ込めやがってクサクサクサみたいな、ことになったんだろうだから。大丈夫かこれ。京也にやられるよ。このあの、わざと。ふみカみですけど。 見かけの間に行きましょうか、じゃんこっちか。ここだ。はいはい。で、これで、見かけの紋様ね。え、嘘関係ないの見かけの紋様。これ関係ないのかなどっかにだから、仕掛け的なものが、あ,あ動いた。 あ、ここか何かはめるような黒みがある。はい。黒み模様をはめた。おお、開いたおお…きしみ音が怖い。なんかいろいろあるね。ディスク式のオルゴールのようだ。これは何なんだろう。なんか、あの、もう一部屋あったね、これね。我が血筋が道を開くと書いてある絵がある。はぁえぇ、ー、右 鳥さんが飛んで糸がなんかあるよこっち英語の書物が多く俺には読めない。今更今日やもう訳してくんないしな。まか酒のボトルが。マクロニ日キさんはい。久しく教会へと足を運んだ。洗礼されたこの空間は今の僕には眩しい。以前から異国の者が集まる場所であったが、 今日は見慣れぬ紳士と出会い、古い幼少を譲り受けた。気晴らしに少し読書するのもいいかもしれない。幼少の内容はとても奇妙なものだった。生と死、そして魂に関する魔術や知識が書かれている。これは黒魔術という類の書物だろうか。もしそうなら軽い気持ちで触れてはいけない代物のはずだ。だが、それに惹かれる自分が抑えられない。洋平の月。あの本に書かれていた魔術だ。 術によって魂を永遠に現世に留めることができると、本当にこんなことができるのだろうか罪を犯した僕とサヨコはこの先、破滅の道しかないだろう。もし本当に魂を沈めるなら、えー、えー、留めることができるのなら、サヨコと一緒にいられるだろうかこの屋敷で、それが叶うなら僕は。だんだん話が暗い、暗い、暗いですよ、ね。あ、ここセーブできるセーブ、セーブしすぎ感ありますけど。 なんかあるんでしょう多分。家系図。あはいはいはい。見影系これなんて読むんだろう秋地下ですかね。秋地下松。秋月雪。えー、ともあき、里。森秋。えー、なんて読むの結構、わかんないわ。えー、秋、秋やかな秋家。初、うん、わかんないわ。春。どんどん秋がつくのね、必ずね。秋ただ。 富江え、江うん。宮江どちら秋あき、なに、あきつぐかなちかこ、たかあき、かよ、あきと、さよこ。九代にて、三影家の家系図が終わってしまったんだろうね、これはな。貿易や商談の資料など、仕事関係のものが多く見られる。うん。ここ怪しい。んなにここちょっとあれいけそうでいけないわ。 なんか、ここにないか。この絵で絵だから、関係すんの、多分我が血筋が道を開くと書いてある絵がある。あそういうことここから始まるみたいなこと待て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 。これだうにうにうにと。どういうことなんか、蛇行してるね。わか、なんとなくわかるよ。急、急回。え、待て待て待て。 どこから見てなんだろうん道を開く。あ、そういうことどういうことどういうことん鳥、鳥が飛んでたよ。9876。え、鳥が飛んでましたよね なんか左からみたいな。うわ、これ、意味深、意味深。月から始まり。あ、だからそういうこと。月、家、高、森。月、家、高、森。月、家、高、森関係あるんじゃないこれ。月あるっけ月、あるわ秋、月。あ、すごい、す,すごい、すごい、すごい月。えっ、ー、と、二二五 二五八。え森なんかいる森なんかいるかないないよ。え、でも来てる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 。に二にご、あ、いるわ、森。森焼きいるわ。に五ご、にご、八四二五八四お、すごーい。いや、誰でもわかるかもしれない。に五ご、 二五を、はいはいはい。ちょっと嬉しいこれは。解けると嬉しいよ。二五八四。おい、一人一し一人ししオルゴールディスクを入手した。で、オルゴールを、待って、オルゴールを鳴らす前に、セーブさせてね。セーブさせてね。で、オルゴールディスクを、はい、使う。はめた。おなってるよ。大丈夫。今日にバレるよ、場所。 バラしてるよようなもんだよ居場所を。いいの殺されちゃうよ。うおぉ入った。行くか。黒。なんか、ありそう、ここに死体とか。ないんかな。なんか、ろうそくとマッチがあるから。 これで明かりを、時的なことでしょ、多分。はー封印されてる <laughs> うるさい。タクタクさんうるさい。興奮、興奮しすぎですよ。興奮しすぎ。あ、これよく見たらさ、俺がプレイしてる日時がわかるわ。ほら見て。2016年2月23日、3時35分。全く一緒これで、タクタクが、いくらサボっていたかっていうのがバレますね。これよく見たらね。一緒。 結構日が空いてますよ、実況からね。はい。じゃあちょっとこう見ていきましょう。鍵がかかっている奥に見える扉の鍵には札が貼られている。あれあの札どっかで見たことあるような。あれでしょ、封印のやつでしょ、多分。鍵がかかっている。どうしようもないじゃん、ここまで来た方がいいけど。これ一回戻れ的な雰囲気出てるよね。この鍵を見つけるんだべーみたいなことなのか、 あの、だから、あの、札は、やっぱり、清水。あ、清水じゃん清水使うんだ、多分。清水をなんとかしろってことじゃない。これ、や、やんなよ、感すんな。大丈夫かなあ、大丈夫だった。え、これなんか、調べ足りないんじゃないなんかありそうだよ、ここで。なんか拾っても良さそうな雰囲気でしたけど。 あれ、どっかで見たことあるの。あ、ここでだから試行すればいいんだよね。今は調べれるのはこのくらいか。どういうこと <laughs> どういうことですかそれは。なんかイベント待ちってことですかそれは。あれね、あの札のことをもう一回、見に行こうってことね、多分ね。そういうことよ。うわほら来た危な 隠れた起きたぞ今日や降りていくんじゃないこれ閉じ込めろ今のうちに逃げよう音を立てないよ慎重にあ投げナイフ

こうだ。うぃー、うぃー、うぃー。あ、いけた、いけた。こ、こういうことだ。うぅへへへ、よしよし。あ、なんかある割れてるえ、ヒガ、あ、ここにあったのヒガ花こうきた。あ、ここだここだはい。これを、使います。ヒガ花の鍵。うぃー。なんかあるか。うわ仮面怖、こうわ。 うわ、なになに大丈夫えなんもないよ。掃除道具。これなにえ洋断ンスろうそくえ、なんもないけど、ここ。大丈夫あうわえ誰あかける開けてー。ど、どうしたの ここに隠れてたら開かなくなっちゃった。開けてー。少し待って。ダメ、開かない。こっちからも無理だよ。そんな、ええ少し待ってて誰か呼んでくる。え、や、やだ。そんな一人にしないで怖いよ。でも誰か呼ばないと無理だよ。大丈夫、すぐ戻ってくるから。絶対だよ。早く戻ってきてね。約束だからね。 そうかかけるそうだあのあと事故で俺のせいだ俺のせいでこんなところでずっと一人っきりにごめんかけるごめんマジかよやばい来るぞひし形の おう、四つの一緒入手した。これどうしようどこに隠れようもし来たら。この中入るのこの中入るのちょっと厳しいな。これ無理そうだ。え、どうすんのどうすんのどうすんのこれ無理そう。え、どうすんのどうすんのもうどうしようもなくね。あ、こういうことここしかない。な、ないか。うお。どこだ バレてるえ、なんでなんで開かないんだ多分。な、誰だうわっえシーンが生きてたんじゃない公平かシーンか。はやとはもう、ないでしょ。<laughs> いや、待て待て。やっぱりやられてる。や今が、今日や一体何が そんな時にもういい加減になになになに今の俺に弱音を吐いてる暇はないよな。俺、最後まで頑張るよ。だからもう少しここで待ってて。一緒にここから出よう今度こそ、約束は守るから。あ、なんか光ってる。あ、暗くなったのってことランプ、あランプ、ろうそく、マッチを使って明かりにした。 なるほど、そういうことか。<ー>ナイフもあるよ。黒十字のナイフを入手した。何今日や一体何か約束もあるよ、今度こそ。おい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 。どうすんのなんか潜んでるってことえ、誰かいるなんか真犯人、真犯人は今日やわかんないけど。え、なんか、ちょっとまた生きてる人間でしょ、どうせやってんのは。 はい、といったところで今回一旦終わりたいと思います。いや、かける、ちょっとここに、いや、それ事故で忘れて、もう、重大なこと忘れすぎなんだよ <laughs> いや、そこはもう、攻めるとこじゃないけど。そっか、弟がだから、どこに行ったとかっていう、なんでわ、あ,あもうちょっとごめん。もう俺の頭もごちゃごちゃしてきたわ。もう、いろんな感情が渦巻いてる。はい、というわけで一旦この辺で終わりたいと思います。次回。い な、まだ終わんないのかななんか、終わりそうな雰囲気だったけど、ちょっと一回で終われんかったわ。はい。また次回お会いしましょう。ではまた